東京62区市町村の表情は様々。あなたの街の最新ニュース。まずは多摩地域です。調布市のグリーンホールでは無症状の市民を対象に無料の PCR 検査を行っています。検査には事前予約が必要です。この検査で陽性になった場合は陽性の疑いとして医療機関の受診を勧められるということです。無料検査は来月30日まで行われる予定です。小平市は中央公民館や福祉会館の建て替えにあたり隈研吾建築都市設計事務所に設計を委託すると明かしました。今月20日の市民説明会に隈研吾さんも登壇します。福生市では今年3月下旬から4月上旬に開催予定だった福生桜祭りの開催中止を決定しました。感染状況を考慮したということです。続いて23区です。豊島区は新型コロナワクチンの3回目接種について今日から65歳以上の人に接種券を発送します。64歳以下の人には今月14日以降発送するということです。区は集団接種会場として豊島センタースクエアなど4カ所を開設し接種を加速させたいとしています。足立区の観光交流協会は区の魅力を高めようと動画などを配信しています。動画ではミステリーハンターが区内の謎や伝承を解明しているということです。練馬区は今月14日までオンラインで漬物物産展を行っています。練馬大根を使用したたくあんなどを購入することができます。情報はこちらまでお願いします。